はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回はサッカースパイクの正しい試着の仕方、お店でスパイクを試着する時のチェックポイントを解説していきます。今回は双葉スポーツ朝霞本店にて撮影させていただいております。まずお店に持参するものは、普段自分が愛用しているサッカー用のソックス、そして愛用しているインソールがもしあれば、そのインソールも持参しましょう。で、インソールにこだわりがない人はサッカーソックスだけ持ってくれば大丈夫です。なぜサッカー用のソックスを持参した方がいいかというと、普段履いている普通のソックスとサッカー用のソックスでは生地の厚みが違いますし、ソックス自体のフィット感というのも全然違います。もし仮に普通のソックスでスパイクを試着して、それでサイズ合わせをしてしまったら、いざサッカーソックスを履いてグラウンドで新品のスパイクを履いた時に、サイズ感にちょっとしたこう違和感が生まれたりとか、あれきついなみたいな感じの試着の時と感覚が違うような現象が出てくるっていう可能性があります。なので自分が普段サッカーをプレーする時によく履いているサッカーソックスを持参して、それを履いた状態でスパイクを試着していくのが最初のポイントになります。で、親切なねサッカーショップとかだったら、試着用にこうサッカー用のソックスっていうのをね用意してくれたりしてるんですけども、自分が普段使っているソックスと全く同じものがそこにあるとは限らないので、サッカーソックスは自分で持参するっていうのがベターだと思います。持参したサッカー用ソックスを履いてスパイクに足入れしていきます。細かい話なんですけども、箱からこうスパイクを取り出す際には丁寧に扱ってほしいです。スパイクの中に、詰め物とか入っている場合もあるので、それも丁寧に取り出しましょう。そして足入れしていく前の準備として、紐をしっかりと緩めるっていうのがポイントになります。いわゆるシューレースをちゃんと緩めてないと、そもそも足入れしにくいっていう場合がありますし、紐を緩めることで足入れした後のフィッティングがよりやりやすくなるので、紐をちゃんと緩めるっていうのは地味に大事なポイントになります。紐を緩めたら足入れしていきます。足入れしたらかかとをトントンですね。そしてスパイクのこのヒール部分に自分のかかとをしっかりと合わせていきましょう。このようにね、終端があるタイプのスパイクだったら、この段階で終端の位置も中央に合わせたりとかっていうところもやっていきましょう。で、いよいよ紐を締めていきます。この時ですね、紐の締め付けをより強くしたいという場合は、かかとを地面につけてつま先を上げた状態で紐を締めていくと、紐がよりギュッと強く締まって、足の中足部エリアにより強いこうホールド感を得られるっていうね傾向があります。で、紐の締め付けがこう顕著すぎるのが苦手な人とかだったり、締め付けは割とこう適度でいいっていう人は、足全体をこう地面にねつけた状態で紐を締めていけば OK です。ここもねちょっと細かい話になるんですけども、スパイクの試着の時にはできるだけ両足とも履いてほしいです。やっぱりこう人それぞれ左右で足の長さが違ったりとか、あと左右で横幅が違うとかっていう場合も全然あります。なので両足ともしっかりと試着することで、自分の足に対してそのスパイクが合いそうかどうかっていうのを可能な限り見極めやすくなります。なのでね、両足履くのはちょっとこう面倒くさいっていうのもね、もちろんその気持ちもわかるんですけども、やっぱりスパイクね2万前後とかしてお高い買い物ではあるんで、ぜひねそここだわってやっていただければなと思います。で、あとはですね、自分が愛用しているインソールとか、自分がこだわったインソール持ってるって場合は、こう店員さんに一言声かけて、自分の愛用しているインソールあるんでそれ入れた状態で試着してみてもいいですかみたいな感じで一言ちょっと断りを入れてから、ちょっとインソール入れて、その状態でスパイクのサイズ合わせとかフィッティングをしていくっていう感じの流れになります。で、両足とも足入れして紐を結んだら、椅子から立ち上がってみて少し足踏みしたりとか軽く歩いてみましょう。この時店員さんに一言この辺ちょっと軽く歩いてみてもいいですかみたいな感じでちょっと断りを入れておくとベターだと思います。はい。で、この時のフィッティング合わせのチェックポイントとしましては、まずこう履いていて痛みとか圧迫感とかがないかっていうところですね。で、横幅はきつすぎないかとか、あと足の甲の高さは合ってるかとかっていうところもねチェックしていきますし、指先がきつくないか、つま先にこう隙間が空きすぎてないかとかっていうところですね。つま先のねステスンっていうんですけども、きつすぎず緩すぎず自分の適正サイズ
を選べるようにやっていくといいと思います。であとはかかととかくるぶし周りに、まあ、変な食い込み感とか変な擦れ感とかがないかっていうところもねチェックしたりとか、足をこう屈曲した時にちゃんとこうアッパーとかソールが自分の足に追従してくれるかどうかとか、そのソールの屈曲位置と自分の足の屈曲のね位置っていうのが合ってるかどうかとか、スタッドからの突き上げとかこう母子球とかに食い込んでこないかっていうのもチェックしたりとかですね。あとはまあインサイド側のアーチのフィット感とかアーチの高さとかに違和感はないかとか、あの扁平足の人とかはね特にここは入念にチェックするポイントだったりしますよね。ただしサッカースパイクの難しいところはこの試着の時に入念にチェックしていたとしても、いざグラウンドで履いてプレーしていたらかかとが靴ずれしちゃったりとか、小指とか親指の付け根が痛くなったりとか、まあ、グラウンドからの突き上げが結構あって足の裏が痛くなったりとかですね、ちゃんと購入前に試着したのに実際に履いてみたら足に合わなかったっていう事例が時々発生してしまうのがサッカースパイク選びの難しいところでもあります。この動画を見ていただいている視聴者の皆さんの中にもそういった経験をねされた方っていうのは多分いるんじゃないかなと思います。ちなみに僕もあの中学とか高校の時とかに、まあ、そういった経験を何回かしました。試着の時はねうわこれめっちゃフィットするやんみたいな感じで、うわこれにしようみたいな感じでこう勢いよく買って、でしばらく履いてたらゴリゴリにこうかかとが崩れちゃったっていうねパターンですよね。もうねその時のこのがっかり感はもう半端じゃないですし、まあね、中学と高校の時だったんでこう親に高いお金出してもらってせっかくこう買ってもらったのに、で自分が選んだスパイクがそうやって崩れしちゃったりとか、あの足に合わなかったっていうねすごいなんかこう申し訳ない気持ちも出てきたりとか、本当ねこうやるせない気持ちになりました。まあねこうサッカーっていうスポーツはこうボールを蹴って走り回ってジャンプして急激に切り返したりターンしたりとかあらゆる方向にスプリントしたりっていうのを90分続けるスポーツなので、お店の中で整体した状態でスパイクをこうフィッティングするだけでは自分の足にそのスパイクが本当に合うかどうか完璧に見極めるっていうのはねこれなかなか難しいっていうのが、まあ、実情としてあります。ただねこう今まで履いたことがないスパイクを一回も試着することなく買うのとちゃんと試着してチェックした上で購入する、その2つの方法においては購入前にちゃんと試着した方がそのスパイクが自分の足に合わないかもしれないっていうねそのリスクっていうのを少しでも減らすことができるっていうのは間違いないと思うので、サッカースパイクはなるべく試着してから購入するのがいいと思います。まあね、あのもう何度も同じスパイクをこう買い替えてるというか一つのスパイクをずっと愛用してるみたいな人はもうサイズ感だったりそのスパイクの履き心地とかいろいろもう分かってると思うんで、そういった場合にはネットでポチっちゃってもね全然大丈夫です。はい、でこのスパイク試着してみて、まあこんな感じかみたいな感じである程度分かって、まあ、他のスパイクもちょっと試着してみたいなみたいになったら、今ね試着したスパイクっていうのをこう丁寧に脱いで、で紐は元通りにして詰め物も元通りにして、スパイクをね丁寧に箱に戻して元あった場所に戻しましょう。あのお店によっては店員さんに渡した方がいいっていう場合もあるので、そこもあの一言ね声かけするといいと思います。というわけで今回はサッカースパイクの正しい試着の仕方を解説していきました。何かわからないことがありましたらあのコメントしていただければと思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター、これでした。